猛虎は手ごわい敵だが、食いさえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分、残りは切るのみだ。もうこの兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。上げた上達ぶりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。救兵。起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。
めたようですな。なだけにしろ。足を止めるな。切り捨てて進め。
まだ入江と何があった。猛虎に見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこのヒアリも敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。猛虎の船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。そのまま距離を取らせる。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったもの。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍が着くまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。まずは戦支度だ。お互いにな。終わったら我が久原の陣所に来るがよい。その後共に藩から我が城を取り戻し対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになる。くれぐれも用心しろ。はっ。
気が。よし、いい子だ。安全かな。さあな。寺には手を出す。俺の腕。おお、酒井、よくやったな。お前の働きで城を奪えるだけの兵が集まった。後ほどユナにお会いください。褒美の支度は済ませてある。本土からの遠兵が直島に着く。だがその前に早馬が届いてな。石膏がハーンの下地を手に入れた。竜像に当てたものだ。菅笠衆が我が陣に攻め入るようだ。竜像は今どこに。この近く、高野山。お前が行かずともよいのだぞ。かつての友です。私が切らねば。では任せよう。こちらは戦支度を済ませておく。我らの ユナも来るやもしれぬな。全部は無理だからね。何を置いてきゃいい。行くのか。志村様のおかげさ。明日の夜明けには船を出せる。今一度力を借りたい。竜像が高野山砦に潜んでおる。無理だ。悪く思わないで。
こればっかりは頼みを聞けない。腹を空かせたまま必死に金を集めてきたのは本土で生き直すためなんだ。棒には触れない。急に立たずとも竜像を撃ってから出立すればよかろう。これはあんたの戦だろう。巻き込むな。私はタカと新しい地で生きていかなくちゃ。ならば止めまい。面倒をかけたな。礼を言う。安らげるよう願う。あんたも酒井様。ユナの言うことを聞き励むのだぞ。はい、ではお達者で。夜陰に紛れて一人で撃つさ。うちの道具を見ていってください。お目が効きますね。お達者で、お侍様。待っていろ、竜像。砦を探るか。もうごめん、我が物顔でのさばっておれ。酒井様、お待ちを。し、見つかるぞ。お一人では無謀です。姉さんが行かないならせめて俺が。これは戦なのだぞ。共に立ち上がり島を守ろうと誓ったではありませんか。でしょ、クロード様。蒙古とは戦わせぬぞ。もし何かあれば。ならば敵の目を引きます。幾人か連れれば戦いやすいでしょう。分かった。ただし追われたら直ちに本陣に逃げ込め。決してしくじりません。ではそろそろ行くぞ。ついてこい、汚い野良犬ども。志村様に所在を告げてやる。お侍が押し寄せてくるぞ。みんな一網打尽にされてしまえ。Thank you.
か、よくやった。無事に陣まで戻れ。キュンハルを。おそらく門の向こうか。Yücbiş. Sonder serum stay. Okay, Yumta. Yaxları bitni hinin çartı uydur mun baş. Ямар нэг юм харв уу? Юм алгаа. Тэр тин бай бутсад ирж мэдэн сэрэмжтэй бай. Агаад учруул өгтөл болгоно. Thank you.
хийсэн хүнийг нь олж ир.待ってたんだぜ。なぜ来たか分かるな。ああ、居所はあえて漏らしたからな。ハーンと会ってくれ。聞く耳は持たん。よくも裏切ったな。島を守りたくないのか。切り合う意味なんてないんだぞ。いや龍蔵、意味はある。酒井様、酒井様、目を開けてください。タカ、なぜだ。あまりに遅いので何かあったかと思い助けに来たんですが、見つかってまずい、逃げなければ。ここで死ぬんでしょうか。諦めてはならん、縄をほどけ。少しでも緩まれば。の酒だ、我が相葉のな。昨日足を折ったゆえ兵に食わせてやった。情けより実を取る。我らは似ていると思わんか。俺は武士だ。いや、一介の武士ではなかろう。クロウドだ。下るよう民を説き伏せろ。さすれば兵を引く。己に従う気はない。その言葉、志村からも来た。戦が終わるというのに。もうこの傀儡にはならぬ。誉れ高き一族の中で日陰の身となる辛さ、よくわかる。英雄となるべき我らがその機会すら得られぬ。クロードは英雄だ。聞いたか。民は己に従う。なぜ救ってやらんのだ。どう仕打ちをさせる気か、龍蔵のように。だが無駄だ。さすがはクロウド、こやつの身は案じておらぬか。殺せ、逃がしてやる。
また選ばせてやる。今度は過つなよ。たちはどこだ？殺してやる！やつだろうな。近いな。近く一度引く。戦える備えはしておけ。油断はするなよ。逃げやがったんだ。早く隠れろ。やつだろうな。この辺りにいたはずだ。あっちから行ったようだ。
矢に気をつけろ。死んでる。あいつか。見つけた。うん、ハーンと竜像を見かけた。タカはどこ？いるんだろ。あんたを追うって文があったんだ。どこなの？なんで？嘘だ！タカ！ユナ、待て！タカ！なんで言っちまったのさ。あたしに黙って。死に追いつこうとしたのだ。クロードに憧れてたからだ。どうしてついて行かせた。戻るよう言ったが、どうしてもと聞かず。この子らしい。
済んだな。菅笠衆は終わりだ。あとは龍蔵。殺してやる。はあ、もう今は次に備えよう。鷹を埋めなくちゃ。手伝おう。鷹を巻き込む気はなかった。すまぬ。いい暮らしをさせてやるって誓ったのに。悪いのは私、あんたじゃない。違う。ハーンや龍蔵、島を奪った猛虎のせいだ。生かしてはおけぬ。鷹の敵を討つぞ。島を出る理由はもうない。行くあてもやることもだから残る。戦うよ。まずは本陣に戻りしばし休め。後で会おう。鷹の最後どうだった？もののふであったぞ。どうぞこちらをお受け取りください。武士がおるぞ。何やつだ。酒井と申す。本土の武士とお見受けする。いかにも小笠宗と申す。
本土の御家人です。よくぞ対馬まで。火球の時ゆえに下文が届くとすぐに我らは出立を命じられました。志村殿から話は聞きましたぞ。この戦に加わり藩を討ち蒙古に奪われた城を取り返せばよいのですな。さようです。恐れながら人に会わねばなりません。南の門でお待ちしましょう。その後志村殿のところへ。よく見て。いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよう。少しは休めたか。眠れやしない。鷹にはすまないことをした。クロードのこと、あの子もヤリカワも信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。だけど彼じゃ蒙古に勝てそうもない。あら、何をピロって言うんだ。琵琶法師が聞かせてくれた鎧の話知ってるよな。あの百姓の話。矢筒を新しくいたしませんか。坂井殿。ジン、戻っておったのだな。百姓たちを苦しめてはおりませんか。さすが槍川。この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。頑固でもあるがな。あなたには及ぶまい。当然だろう。少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに。こうして力を貸すようになったのはお主の働きのおかげだ。答えねばなりませんね。私も励まねば。この城が奪われたことがあったか。ないな。地頭様が槍川家と戦った時だ。兼田の木を奪い返すなんてそこらの侍じゃできっこない。でも実際に証拠はあるの。俺の友人だね。蒙古は何頭の馬を船に乗せてきたんだろうな。数百だろう。餌をやって世話するのも大変だったろうに。酒井、戻ったか。先生、本土の武士に会われたのですね。いずれも武勇に優れた精鋭だが、弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは。申し分ない。腕はないが肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川はかつて島の支えであったからな。蒙古どもを船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。
をよく見て。よく働いておるな。誰も怠けてないか、あっしがしっかり見張ってるんですよ。道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですか。アザモウラの時にも使えたらよかった。あっしの荷車がお気に召さなかったなんて。酒の匂いで酔いかけた。タカのことをユナから聞きました。あっしなんかよりずっと度胸がある。タカが聞いたらきっと照れるぞ。ならあっしも精を出さなきゃね。酒井様。ノリオ、新参の稽古中か。稽古ではなく、心の整え方を教えていました。武士も槍川の戦士も戦の前に心を鎮めた方がいいかと思いまして。そうすれば世の無常も死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。助かったぞ。御仏のご加護がありますように。酒井殿。小賀殿、叔父上の所在は丘の上でお待ちだ。道中小賀家の者でお守りして進ぜよ。痛み入ります。待たせる気はありません。さようか。